いやあ、施設なケースだよ。今回は死神5分攻略というね、あの実況者の死神さんが作ったゲームを実況していきたいと思います。でも俺だけじゃないですよ。今回は相方がいます。どうぞ。挨拶してください。よう、みんなよろしく、久しぶりじゃの、バックステップの神様じゃ。というわけで、バックステップの神様さんと実況していきます。あの、バックステップの神様さん、なんか死神さんのゲーム実況するとき、大体いますよね。そりゃお前が誘ってくるからじゃろ。まあそうですけど。で今回どんなゲームじゃ？あの実況者の死神さんを5分っていう制限時間の間で、あの恋愛的な意味で攻略するっていうゲームですね。お、このスタート画面だったから攻略って倒すっていう意味の攻略かと思ったぞ。そうですよね。これなんでこれ恋愛、要するに恋愛的な意味で落とすってことは恋愛ゲームのはずなのにさ、このファイナルファンタジーみたいなスタート画面ないですよね。うん、ファイナルファンタジーだったらまだわかるけどさ、これ中ボスあたりじゃろ、中間あたりのボスのやつじゃろ。そうよね、なんかなかなか倒しづらい、レベル上がってなかったらなかなか倒しづらい系のボスっぽい感じがするけど。てかなんで5分なんじゃ。いや死神さんは結構リアルじゃ忙しいタイプなんですよ。あのスケジュールを5分刻みで立てとるような、あの売れとる芸能人レベルなんですよ多分、忙しいからね。うん、でもそんなリアルが忙しい人間が YouTube にわざわざ動画アップするんかの。し、そう、し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 、いや、そうや、うん、俺は確かにリアルが暇やけど、いや、死神様、うん、死神さんは YouTube に投稿するのは暇だからじゃない、暇だからじゃないからな。し、死神さんが見とうかもしれんけどさ、そんな悪口を言ったらあかんよ、バックステップの神様さん。うん、そうなのかの。というわけでニューゲームしてきます。あなたの名前を設定してください。これいつもお前だったら切な、切系ってやるよの。そうですね。けどバックステップの神様さんが隣にいるんで、今回は切系じゃなくて、バックステップの神様さんにふさわしい名前を与えますよ。お、わしだったらバックステップの神様って名前足らんぞ。文字数足らんけど。いきますよ、バックステップの神様さんにふさわしい名前がある。お、それは嬉しいの。なんじゃなんじゃ。間違えた。これの、これが。で、これですよ。ティッシュってなんじゃ、ティッシュって。わし何のティッシュ、ティッシュとは何の関係もないぞ。いや、バックセブンカメ様さん、この前ツイッターで言ったじゃないですか。ティッシュ食べたらちょっと甘い味がした、みたいな感じで興奮しとったじゃないですか。そんな理由でか ?5 分以内に死神を落とせ。ああ、ついにやってしまった。死神君を呼び出してしまった。入学式の日に見かけてからずっと好きだった死神君に今日こそ告白してみせる。死神が出現。来たの死神。なんか若干いつもの死神よりも黒いフードかぶってないか。なんか服装が暗いですよね。紫のイメージがあるんやけど黒いやね。ちょっとイメチェンしてきましたね。リボンの赤もちょっとキュート。来たー。死神くんと目を向かって話すのはこれが初めて。頑張るのよ。私って男じゃなかったんか。あ、なんか死神、実況者の死神って女の子に間違われるイメージがあるから、なんか男から告白する話かなと思ったんじゃがの。そうですよね、ホモ的なゲームを予想しとったんやけど違うんや。なんだこの無駄な豪華な声は。机の中の手紙読んだよ。大事なお願いって何かな。大事なお願い。俺はわしを有名にしてくれ。いや十分有名だったでしょ、死神の部屋で。あ、死神くんとお話がしたくて。今思えば女の子がティッシュってかわいそうじゃろ。かわいそうですよ。でももう送信してもらったんやけどしょうがないでしょうが。お話、そういえば君としっかり話したことってないね。よかった、ティッシュちゃんっていちいち読まんのじゃ。そこまで読んでくれるゲームは今頃ないですからね。そうなのだから、お話ししよう。うん、いいよ。行動を選択するよ。これで行動するんですね。あかん、どんどん時間が減っとるぞ。考える暇はない。そうですね、とりあえずね、交換しましょう。早いわ。ちょっと早ないか、それ。いいじゃないですか、設定必勝ってこともあるでしょ。無断帯出てくってこともあるけどの。なあ、恋愛ってタイミングが大事って知らんのか。知りません。
死神くん。うん、どうしたの？あのね、実は私、死神くんのこと好きなの。ごめんなさい。え？なんで？なんでじゃないわ、いきなり告白されたら。そりゃそうなるわ。いや、ほんと、無理。ごめん。めっちゃ拒絶されてるやん。今、今日初めて話したようなぐらいのなのに、めっちゃ拒絶されてるやん。いや、ほんと無理、ごめんの4連続コンボですの。ごめん。なんでこの、なんでこの面白くない展開は。あっさり終わったね。もうそのまま攻略、告白したらダメらしいね。名前決め直しだよ。もう適当にアーにしときます。ロリコアーにしときますよ。もう適当でいい。ここも適当でいいからな。もうティッシュの時点で適当だったんじゃろ、本当は。そうですけどね。ああ、つい。読まんでいいじゃろ。そうやね。読まん。これ読まんわ。なんかさっきの違うの出てきた。東京グールにできそうな感じの目してるやん。目が死んどるやん。きたー、死神くんと目を。さっきの違うけどね。いちいちこのボイス流れるんやね。いらん、正直いらん、無駄に豪華。机の中の手紙読んだよ。この辺も飛ばします。あ、おっとっと、雑談ね。雑談特技、特技フィンコの特技とかあるんですね。うん、トークテーマが増えるとかあるの。様子を伺う。精神ステータスってなんだろう、気になるけど。ボディーブロー。なくちゃあかんじゃろ。お、でもこれあれ、あの死神さんの絵を変えれるらしいですね。おう、だからこんなにさっきと絵が違うやつが出とんじゃ。結構数あるらしい。300枚とかそんなにあるとか聞いたな、立ち絵。え、そんなにあるのか。まあ、あんま数覚えてないけど。で、とりあえず絵変えてみます。バックステップのガブさんが好きな死神さんにしてみます。そうじゃの。おお、この子好みじゃの。こういう愛おしい系が好きなんですね。まあそうなんじゃ、ゆるキャラとか好きだからの。ああ、何のゆるキャラが好きなんですか。わし、すだちくんが好きなんじゃ。あの徳島のすだちくんが好きなんじゃ。ああ、徳島県なんだ。俺が徳島県に合わせてくれたんですか。まあそんなところじゃ。まあそんなすだちくんとか言っても知らん人多いかと思うから、どんどん進めていくぞ。そうですね。とりあえずバクテルキャベ様やってみます、このゲーム。おう、やらせてくれるのか、すまんの。じゃあ成功法に雑談でちょっと盛り上げていくぞ。そうですね。特定は市民に映画結構定番じゃの。はあ、彼女いるとか聞かんのですかね。それ聞いたあかん、いきなり聞くやつじゃない。 LINE やってる。あかんあかん、それ出会いちゅう。じゃあとりあえず趣味じゃの、定番趣味とかあるの。まあ、ね、動画とか作って投稿サイトにアップしたりしてるよ。暇人じゃの。暇人とか言っちゃダメ、本人見てるかもしれない。お、なんでこれ面白そうだね、似合うね。マイクラ理事長を見ています。買い物やって、いろいろあるんですね。マイクラ理事長を見ていますとか言ったら喜ぶかの。そうですね。やらんけど。やらんのですか。じゃあとりあえず、まあ定番安定の面白そうだねって。うん、誰かを楽しませたいって気持ちでやるとやりがいがあって楽しいよ。それわかる、わかります、死神さん。お、お前そんな気持ちでやっとったんか。わかりますよ、誰かを楽しませるからこそ動画をアップするんですよ。あの、自分がゲーム楽しむ分にはね、動画なんかアップする必要ないんです。あの、視聴者がおってこそのゲーム実況、見てもらってこそ、反応してもらって評価してもらってこその動画なんですよ。なるほどな。今度時間があるときにでも見てみて。いません、見ない一回。おわ、好感度下がって興奮度とか警戒心とか下がったり。興奮度ってなんだ。なんだ、自分を抑制するようなゲームだったりするんかの。新しいトークテーマが出てきたの。じゃあもうちょいトークってか、時間もうほとんどない。もうあと2分切った、2分切ってしまっていましたよ。ああ、躊躇してられんの、映画じゃ。死神くんって映画とか見る？死神ってどんな映画見るかの。死神さんってちょっとそんなに暴力的な映画見んと思うんですよね。だから死神さんが好きといえば
マッドマックスですかね。めっちゃ暴力的じゃん。 R15 して。死神くんって映画とか見る？あー、うん、でも友達とか多いかな。死神って友達おるかい？しげ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 、さっきからちょっと死神さんへのジース多いっすよ。え、ね、でも死神って友達いなさそう。しっしっ、それ以上言ったらあかんす。あと時間ないんで、どんどん進めてください。感想を言い合える人がいないからもどかしくなっちゃって。あー、分かる気がする。こいつ合わせてるだけじゃろ。君は見に行くならどんな映画が好きなの？お、そこまで選ぶのか。わしは、まあ、普通にコメディが好きじゃん。コメディか、いいね。コメディ系って映画中に笑ったりとかが許される雰囲気あるでしょ。だから、あ、みんな楽しんでるんだって安心感があって好きなんだよね。だからってめちゃくちゃ笑って他の人の迷惑になっちゃダメだぞ。警戒心とか下がった。そろそろ行けるんちゃいますけど。めっちゃ時間減ってるからそろそろ交換するぞ。行け。コーディティーギーかったらわし泣く。時間ちょっと遠くで使いすぎましたね。案外実況向きのゲームではなかったかもしれません。死神くん、どうしたの？あのね、実は私死神くんのこと好きなの。ごめんなさい。いや、本当無理。ごめん。さっきと同じ展開になったぞ。実況して赤いやつ。せめてどうにか違う展開にもできなかったですね。そうやの。どうすれば変わるかな。わからん。わかりませんね。ランダム要素もあるみたいなんでさ、もうこれといった攻略法が決まっとるわけではないらしいんですよ。おお、そうなのか。せめて成功したパターンみたいですね。うん。おっと、さっきと違う、なんかチリモルコちゃんっぽい感じのやつが出てきたの。きたー。そこは読まないでいいのだったね。机の中の手紙なんだよ。じゃあ俺いきますね。ちょっと、うん、成功法で行き過ぎたと思うんです。バックシマルカメさんも。おというならどうすんじゃ。とりあえず、あ、雑談のテーマ変わってるやん。しりとりとかいきなり雑談のテーマにするのかの。せんだろ。部活とかだったらわかるけど、特技見てみましょう。話題を考える、様子を伺うとかあったね。様子を伺う気になるんでやってみましょう。そうちゃんのステータスみたいなところで何があるんじゃ。あ、そういうところ見るのか。あんま意味なかったの。意味なかったわ。死神さんのパーソナルな部分見えるかなと思ったのに。死神さん何が好き、動物何が好きなんですか。ね、ゴキブリですみたいなの見れたら面白かったのにね。ゴキブリ好きなやつおらんと思うよ。トークテーマ、トークテーマを増やしましょう。考え中、新しいトークテーマを手に入れた。考えて出てくってすごいですよね。うん、いざ好きな人と話すとなるとなかなか話題って出てこはずのにの。一つしか出てないけどね。しかも趣味ってまだありがちなできましたよ。散々考えたわけがこれしか出てこんかったんかの。じゃあもういつかまじかしりとりいきますよ。いきなりしりとりっておかしいと思いますけど、しりとりしよう。え、うん、うん、ちょっとワンテンポ入れて、えって言われたのじゃないか。そりゃあんまり話したことない人に呼ばれたと思ったらいきなりしりとりですからね。もう相手からしてみたらさ、え、この人めちゃくちゃしりとり好きなのかみたいな。しりとり大好き小池さんができていますからね。じゃあまず私からしりとり。テーブルのしりとりから始まるパターンなの。リンカーン、こいつバカじゃないかの。ちょっと死神さん見とったら失礼やけどな、バカめ。しりちゃん弱。うるさい。 あれだせ、僕の画面では避けてたし。避けてたって何の話じゃ。ちょっと死神さんメルヘン発言しとるんでちょっとほっときましょう。ゲームの言い訳、王道じゃないの。操作性悪いんだよこのゲーム。しりとりって何の操作するんじゃ。頭の操作です。つまり操作性悪いって言ってるのは死神さん自分の頭は操作性悪いと言ってるのですね。お前も結構ディスってるな死神のこと。しりとりに操作性は関係ないよ。初見だったし、ギミック全然知らなかったし。しりとり初見のやつなんか初めて見たけどの。うん、しりとりのルールから覚えなした方がいいね。一応親密度上がっとんがよかったね。そうじゃの。こんな感じでさ、ディスリーディスられ仲良くなっていくっていう関係がいいかもしれません。なんか変な考え方だけど、まあいいか。
宇宙人である。鈴宮春日か。この主人公の思考、鈴宮春日か。宇宙人に興味はありませんかみたいな。実は私ね、宇宙人なの。自分が宇宙人のパターンかい。宇宙人に興味があるとかじゃなくて、自分が宇宙人だから。びっくり、こりゃ驚いた。絶対信じてないな、これ。信じないですね。わざとらしいよ。あ、宇宙で連れて去ってある。キャーパパー、まだ地球に思い残したこといっぱいあるのに。バカにされてる気がする。されてますね。まだ一番くじのラストワン賞手に入れたことないのに。最悪いらんじゃろ。よっしゃ、時間まだまだありますから、どんどんトークテーマを増やしていきますよ。そうじゃの、食べ物か。なかなかパーソナルなやつ聞きますね。そうだ、死神くんの好きな食べ物を教えて。でも今頃お考えたらおかしいよの。しりとりの話を振って自分が宇宙人ってこと仮面買おうとしてから食べ物聞くんじゃろ。確かに順番めちゃくちゃですね。あ、好きな食べ物か。何が好きそうに見える。死神さんが好きそうなやつでしょ。パクチー。全然好きそうじゃない。苦い、身がいいやつそれ。まあ定番的に普通より甘いものですよね。美味しいよね甘いもの。甘いものって何て食うかの。黒飴。カステラとかドーナツとか、ああいうふわふわしてて甘すぎない感じのが好きだな。黒飴入ってないぞ。くっそ、死神さんのこと全然知れてないわ俺。死神検定とかやったら大体俺一段とかすごい低いんだろうな評価。雑談いけるかな、もう一回ぐらい。いけそうじゃない、多分あかん。いきますよ告白。今度振られるとか同じパターンとかダメじゃぞ、やめとけよ。いけますよ。3回目ですよ。3回目の正直って言葉知ってるでしょ。まあそんなあるけどさ、うん、どうしたの。いけますよ、死神さんやってさ、もう3回も同じパターンでさ振ってきませんから。ごめんなさい。ラストいきますか。ラストじゃ、もうこれでさ他のエンディング見れなかったらわしら泣くからの。泣きますよ、もう三日三晩泣いてね、死神さんにね、もう泣いて泣き顔見せてやりますよ。あなたのゲームでこんな泣きましたよって言いますよ。それはちょっとひどいかもしれんけどな。名前さ、もうモテそうな名前にしましょう。モテそうな名前に、もうそうすればいける。そうすればね、あのもう告白さ返事、ちゃんとした返事もらえますからね。名前で決まるゲームとかおかしいじゃろ。モテそうな名前なんか知らんすか。モテそうな名前、なんだろうの、青木誠かどうかの。青木誠とか。そりゃ死神さんのあれや、青春をもう一度のやつじゃない。じゃあとりあえず誠にしときますか、刀で。そうじゃの、誠、誠だったらモテそうじゃ。モテんかったら青春をもう一度に出てくる資格なんかない。そこまで言う。マトになってるし。読めばマトになってるし。トマトとかそんな話じゃないか。まことだろ、まこと。そうそう、ここ。おいおい、よしじゃあ。ラストチャンス、まことくん。あ、待ってよ。これ女の子だからまことちゃんになってしまうよ。知らん。うわぁ、死神いつのかマッチョになってる。トラゾーやん。どっちが出てたら両部トラゾーやん。自衛隊におったら崇められてそう。コンフィッシュ。机の中の手が。さてどうしますか今回。とりあえず特技でさ話題があるとかっていう話だろ。とりあえず話題を増やしたから考えとこう。そうじゃですね。トークテーマで効率いいやつを。お、幼女の話とか絶対プラスじゃろ。めっちゃプラスつくんじゃないか死神だから。そうですよね、これでプラスが使う方は死神くんじゃない。ねえねえねえ、僕幼女が大好きなんだけどさ。向こうから話し始めた。こっちの話題じゃない一回。向こうから話し始めましたよ。君はどんな幼女が好き。死神はどんな幼女が好き。俺はそうだね、幼女といえばロリ巨乳。ゲドメ、ゲドメ言われたぞ。幼女こそが誇りの幼女に、スルペタではなく巨乳を求めるだと。だけすかそれ。おっぱいが大きい女の子がいいって話してあげるんじゃないやろ。バレた。それはあれなのか、ギャップなのか、ギャップがいいのか。ギャップとして認識しとるぞこいつ。ギャップって意味じゃないやけど。それとも幼女特有の柔らかさに加えてさらなる柔らかさを求める贅沢さんなのか。
それはなんじゃ、柔らかさの二重構造って言いないのか。僕は認めない、認めないからな。あ、やばい、後で検索してみよう。ちょっと興味あるんじゃないか。ちょっと興味あるじゃろ。おお、めっちゃ上がった。清水の中にも上がったぞ。やったー、やっぱ幼女の話ですね。で、幼女の話でちょっと盛り上がったところに一発芸、さらに相乗効果を一発芸しまーす。お前がやろうかい。死神さんくらいやってきたよ。こっちの話題じゃないよ、ほんと。トン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 、ワシントン。あ、あかんあかんあかん、時間がないだった、凍りついとったわ。あ、あかんわ、なんかすごい寒かったの一瞬。おお、部屋は暖房つけとんのにね。あ、でもこれ相手に合わせとかなくて好感度上がりませんよね。そんな面白かった？よかった、いつもこれやるとしらけるんだよね。そりゃそうじゃろ。じゃあ今なんでやったねーって話だけどね。もうそれが滑ってるよの、その話が。そうよね、今やったねーがまず滑ってますよね。合わせてやる。まほとくん、まことちゃんか、まことちゃんめっちゃ合わせてやってるやん。合わせてやってるっていう上から目線になるぐらいのレベルじゃの。そうですね。動物園行きますか。僕ね、そうや、この前動物園行ったの。またかよ、また死神から話し始めたんじゃん。行きたいなって思ってるの。絶対死神言う、私のことこっちのこと恋持っとるじゃろ。持ってますね、向こうから話し始めてますからね。絶対初めて話した関係じゃないでしょうこれ。リスなんですね、リスが好きなんですね。あ、これ私も一緒に行きたいって言ったら後日談で一緒に行けるパターンが来るんじゃないですか。かもしれんの。え、一緒に、なんか緊張しちゃう。緊張することないよ、私が手取り足取り動物園のノウハウを教えてあげる。私の部屋においで。友達いっぱい呼んでみんなでワイワイ遊びに行こうね。そっちかーい、そのパターンかーい。やられた、よくある、なんか恋愛ものよくあるパターンじゃん。気づいてた主人公のパターンじゃな。よっしゃ、どんどん行こう。またしりとりある。しりとりはあかん、しりとりはあかんような気がしてきた。話題増やそう、もうちょいなんか死神さん向けの話題が欲しい。さっきの幼女みたいな感じ。そうじゃの。あ、幼女ない。とりあえず部活行きます。死神さんってあれ演劇部ですからね、リアルじゃ。演劇部お1年に2回校内公演もやってるよ。へえ、知らなかった。演劇部やっとったからって好きな劇団ってあるもんだかね。好きな劇団って言われても劇団の名前そんなに知らん。劇団四季とかそれぐらいかな。劇団パンツってところが大好きでね。怪しい。舞台の小道具として使うパンツが全部本物の幼女のパンツなの。絶対幼女のパンツもやったゼロ。シリガミさんエロスですからね、意外と。興奮度めっちゃ上がってる。あ、これ興奮度、この興奮度だったら告白して成功するじゃないですか。かもしれん。まあ、最悪違うエンドになるじゃろ。行け、行くんじゃねえ、ケスケ。行きます。興奮 60% アタック。死神くん。ん、どうしたの。あのね、実は私死神くんのこと好きなの。どうなるんじゃ。おお、これは展開変わったぞ。だからそのよければなんだけど、私と付き合ってほしいなって。この反応はどっちじゃ。ごめんなさい。ああ、惜しい。え、あ、そう、そうだよね、ごめん、なんかごめん。うん、僕の方こそごめん。やっぱりあれかな、好きな人がいるとか。これまだ友達としてはいられるパターンじゃろ。無理とか言われてないもんの。そうですよね、無理ダメとかそういう4連コンボ来てませんからね。うん、あれ、もしかしてもう彼女持ち。うん、そう、それじゃあ単純に私が。うん、よくわからんやつじゃの。あのね、多分知らなかったんだと思うんだけどね。なんだ。僕女の子なの。
お前みたいな女の子がいるか。は、え、マジ？うん、ロリコンで変態だけど女の子なの。な、なんかごめんね。うんうん、気にしないで。これからも仲良くしようね。仲良くできるか。できない。これはちょっと壁ができる。シガミさんとの間に壁がドスンってできますよ。もうエドワード・エルニックがあのもうなんか錬金術で壁作りますからね。なんだこのゲーム。